皆さんこんにちは、かっちゃんです。ということで、もう毎日ね暑い日が続きますけれども、今日はこんな商品が売ってたので買ってきました。スコビルシスレー1800スコビル激辛ということで、自称この辛いものを大好き YouTuber かっちゃんが今日はこちらを食べてみようと思います。エネルギーは334キロカロリー。まあちょっと開けてみよう。中は普通のカップ麺にちょっと赤みのかかった粉末が入ってます。上には後入れの調味油がついてます。リボン夕張メロンソーダ。辛みによる刺激が大変強いので、お子様や辛みが苦手な方の飲食には十分ご注意ください。よし、じゃあ3分経ったのでこの調味油を入れてみます。調味油を入れるとこんな感じで結構辛そうです。これは結構辛そうです。あ、辛いけど、あ、みなみな、うん、辛いんだけど、そこまで多分辛さに強い人はいける感じですね。うん、これ辛い、辛いかな。あ、辛いかもしれんな。うん、結構辛いかも。結構食べ続けてると辛さがやってきますね、これは。でもこのスープは結構牛だしが効いてて、すごい美味しいスープです。あれね、ダメ、あれダメです。辛くないと思って食べたんですけど、辛い辛い、このカップ麺の印象変えとうて。あー、マジ結構辛いですね。あ、無理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 。これね、唐辛子の輪っかも結構いっぱい入ってます。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで今日はこちらのスコビル新麺の紹介でした。結構辛いので、辛いもの好きな人はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。あ、汗すっごい。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。